無駄口を叩かないでさっさと歩け。それが無駄口ということを知らないのか。帰りたいのはお前だろ。俺は別に帰りたいとは思わない。俺はこの地に生まれ、教団に拾われて育てられた匠なんだ。なあ、俺の記憶はおぼろげで、それがまやかしの記憶だってことくらいはなんとなくだけど俺にもわかるさ。だけどそのまやかしの記憶を持つ俺がまやかしの人格か。俺は本当にお前の言う匠なのか。自信がないんだ、今の俺は。教団の作った匠なんじゃないかって。そんなことはない。もう少し考えさせてくれ。あまり離れるな。俺の手が届かなくなる。そうじゃない。いいから俺のそばから離れるな。俺の知らない匠ってどんなやつだった？だからそばにいると言ったろ。の道を越えると教団は目と鼻の先だ。正直俺は今迷ってる。お前を連れて教団に行くべきか逃げるべきか、何のためにマリ君は教団に連れて行かれるのか俺は知らない。だけどこのまま連れて行っちゃいけないって今の俺がそう思ってる。マリコをあそこに連れて行きたくない。危険な目に遭わせたくないと思うのは今の俺の気持ちだって思いたい。今の俺がだ。俺が知らない匠はマリコのことが好きだったんだと思う。でも今の俺もそいつに負けないくらいお前のことをこうしてたいんだ。なんでだろうな。二人だけで事を起こすのは難しい。もう少し様子を見た方がいいな。どうした？腹でも減ったか？同じようなことが前にもあったよな。どこかでお前に言ったことがある。どこでだ？誰だ？やめろ！教師様だ。俺たち第五教団の偉大なる指導者だよ。出ない。俺が食い止める。早く逃げろ！匠、どかないとお前でも殺すぞ。マリコ、助けに来たぜ。お前、匠か？声が聞こえて駆けつけてみたが、匠、記憶が戻っているのか。お前ら、マリコを連れて早く逃げろ。何がどうなってんだよ。そんなこと言ってる場合じゃない。早くしろ。マリコ、今は脱出するぞ。何言ってやがるんだよ。俺は最初から一人でもやる気だったぜ。何ができるかわからないけど、私も協力するわ。マリコさんの頼みなら当然よ。俺もやれるだけのことはやる。まあ、しょうがないんじゃねえか。匠さんは何かで操られているのね。何かのまじないをかけられているんだったら、かけているやつを叩くのが一番だぞ。そう、それじゃあ第五教団を倒せばいいのね。誰かいるぜ。